めっちゃ可愛くね？顔。変えるよね。こんにちは、ドリーナーです。ということで、今回はドリーハウスの発売日です。ということで、今回欲しいものがですね、コーデュロイシャツ、クマが書いてあるショートパンツ。で、できれば、もし、そのショートパンツが安ければ T シャツを買いたいんですけど、まあ、目当ては、コーデュロイシャツです。で、これは毎回1日経っても売れ残ってる商品なので、まあ買えるんですけどね、絶対。危ういのがショートパンツとあと T シャツなんですけど、まあとりあえずまあオンラインしますか。はい、なんか考えてても無駄なんで、とりあえず3時まで待って、あとはノリで任せます。よかったら始まる前に高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。余裕しよう、行きましょう。OK、 行きましょう。あと30秒くらいです。ちょっとギリギリまでね、 T シャツちょっと結局何を買おうか全く決まってないんで、やばいっす、マジで死ぬ。まあ、とりあえずコーデュロイシャツだけを目的で、ショートパンツは高くなければ買います。 OK、 ドリューハウスって調べて、まあ毎回言ってるんですけど、3時ちょうどには、ね、入れないんで、はあ、ガチ緊張するな。 OK、 まあとりあえずあれだね、コーデュロイシャツ、やばい、ほらもう震えてるもん、わかる、まあ、ここは落ち着いて。お、今回早いぞ。まあコーデュロイシャツはそんなすぐには売り切れないんで、あのゆっくり、16,700円のタンクトップ6,600円、あ、ショートパンツ2万円とかはもうやろうかなっていう感じですね。16,600円カーゴスショートパンツ、あれステッカーないじゃん。ということで結局ね、ちょっと高いんで、高っ、2万円もすんの。あ、ちょっと今回ゆっくりちょっと考えますわ。とりあえずコーデュロイシャツの XS 購入ですね。はい、でこれはね、まあ、1日経っても残ってるんで、こっからですね、 T シャツなんですけど、このタンクトップいいんだけどね、なんて言うんだろう、ここのロゴがね、ちょっと、あれ？めっちゃ可愛くね？顔、え、待って、どうしよう、 S でいいよね。は、めっちゃ可愛い、裏めっちゃ可愛い、絶対買うわこれ。はい、決済します。はい、もう行きます。はい、今回は素早く行きましょう。 S でいいよね。そうだね、タンクトップ S でいいよね。あれ S でいいかな、 S でいいよね、 S でいいよね。やっぱタンクトップのサイズ感が分かんない。で、ここで電話番号入れます。あ、だから言っちゃダメなんだって。で、相変わらず送料は多分4000ちょっとですかね。遅いぞ、回線。5,700円。普通におかしいって、送料5700円おかしいって。普通に29,000円だよ、大丈夫？普通に。まあこれは買えるよね、さすがに買えるよね。分かってるよ、ほら来た。 Thank you、 青木、ちょっと待ってよ。コージロイシャツ XS 買いました。タンクトップ S、 あの前はシンプルだったんだけど、あの横じゃね、後ろがねめっちゃ可愛かったんで、まあ買えますよね。いいですよ、23,000円ね。以上、安い安い、送料5,700円。この前4,000円よね。ちょっとさ、まあしょうがないか、まあ、仕方ないもん、東京で5,700円だから、福岡に住んでる方とか多分もっとすごいんじゃないかな。
仕方ないよね、さすがに。とりあえずじゃあ一回見ていきますか、どんな感じか。うわー、マジか。早っ、待って待って待って、早ない？まず、地球ティーが売り切れてます。なんで地球ティー売り切れてて、サメティーがマジでもう余裕で売り切れてる。余裕で売り切れてってよくわかんないけど、あと隕石ティーも売り切れてる。で、風船も売り切れてる。やっぱりドリューハウスはこういう、なんて言うんだろう、イラスト、ドリューハウスっぽいのがやっぱりすぐ売り切れるのかな。だから自分が予想してたこの紺色がまだ売り切れてないですよね。まあサイズ掛けはしてますけど、なんかシンプルの T シャツよりは、あ、これも XXS しかないけど、シンプルの T シャツよりはやっぱりこういうイラスト系のやつが人気なんですね。自分には、まあ確かに可愛いと思いますけど、この顔、なんかよく動画をって言われるんで、動画をな顔にこのイラストの T シャツだと、すんげえ子供っぽく見られるんですよね。なので、自分は買ってないんですけど、この自分が欲しかったさ、このセオドアパッチデニムショートショーツ、2万円っておかしくね、普通に。まあその分結構しっかりはしてると思うんだけどさ、ちょっと高くねとは思うよね。デニムショーツに2万円はさ、ちょっと高いよ。トリュハスさん、もうちょい安めでお願いしたいですね。え、このマジでタンクトップ全然売り切れてないな。けどめっちゃ可愛くね、これ。しかもさ、待って、タグ新しくね、可愛いよね。うん、可愛いと思う。え、めっちゃ可愛くね。しかもこの黄色のキャップとも合うし、めっちゃ可愛くね。え、いいと思うけどな。なんでここまで売り切れてないのかが不思議だけど。次は、あ、こういうやつはやっぱり売り残ってんだね。あ、でも早いな、やっぱり。高いね、やっぱりドリューハウス。1年前のドリューハウスどこ行った？やっぱ人気になったからやっぱり値上げするよね。だって値上げしてもさ、やっぱり売れるんだもんね。全然やっぱり売れるってことは、まあ、ドリューハウス側もそうだよね、値段を上げてくるよね普通に。うおー、結構早いな、売り切れてんの。3分7分現在ですが、こんな感じでもう売り切れてます。自分が買ったの何一つ売り切れてないですけど、まあ、関係ないですけどね。自分が着たいと思ったのを買ってるだけなんで。なんでコーデュロイシャツがここまで売り切れてないのかが自分不思議なんですよね。確かに1万6000円っていうのは高いですけど、この良さはね、皆さんまだ分かってないと思うんですよ。とりあえずまあ買えたからいいやという感じで、あとは早くドリューハウスさん発送してくださいという感じで、まあ、とりあえず、購入したいものは買えたので、まあ、一着楽天。皆さんはどうでした？普通にいつも通り、もうやばい、日本語おかしい、マジで。いつも通りね、トリューハウスは人気があって、やばいやばい、待って、もうやばい、日本語わかんなくなってきた。まあ、ドリューハウスは3分5分、やばい、もうやばいやばいやばい。自分黄色の T シャツとか狙ってたら多分買えてないと思います。ということで、この商品いつ発送されていつ届くかわかんないんですけど、まあ、前回から行くと、まあ、1ヶ月ぐらいかかるのかなと思ってます。また到着したら YouTube でレビュー撮りたいなと思うので、よかったらそちらの動画もご確認ください。そして、ノアスマークの方がですね、 T シャツのデザインがようやく決まって、こんな感じにしようかなと思うので、そちらの T シャツはね、ドリューハウスと比べまして十分お安く、そしてすぐにお届けいたしますので、よかったらノアスマークの方もよろしくお願いします。はい、ということで、今回ドリューハウスを購入した方は、この問題についてちょっとだいぶちょっと怒ってる方、ちょっとなんでだろうって思ってる方いると思うんですけど、送料が高い。はい。で、この送料が高い
問題について、ゴッド・オブ・ジャスティン・ビーバーさんとインスタライブで話したんですけど、今回から送料が高くなった理由が、おそらくですけど、今まではやっぱりフェデックスとかで送ってたんですよね。あれ？そうだよね。昔はフェデックスで送ってたんですよ。で、フェデックスで送るときは、自分はだいたい送料が3000円とか、3700円。高くても、まあ本当に3700円ぐらいで収まってて、前々回から UPS に変えてから、やっぱり4000円が当たり前。5000円だったり。で、今回が5700円だったりするんですよね。まあ、なんでこんなに高くなっていくかっていうと、UPS っていう配送業者がそもそも高いっていうのもあると思うんですけど、なぜ UPS に変えたかっていうと、FedEx は、この商品が届いてから2日後ぐらいに、郵便でね、来るんですよ。請求書が。いくらです。とか。で、それを、まあ、1週間以内にコンビニとかで払ってくださいっていう感じなんですよね。それだと関税の未払いする人が多くて、関税をまあ2、3週間経っても払わない。自分もそういう体験あったんですけど忘れちゃっててね。っていうのがあって、関税を払わない人が結構多分多いんですよね。一方 UPS はっていうと、UPS は商品が届いたと同時に配達員から請求されるんですよね。3000円ですとか4000円ですとか。で、その場でやっぱりお金を払わないといけないので、関税を未払いっていうのができないんですよね。なのでドリューハウスは UPS に変えて、その場で関税を払ってくださいっていう方法に変えたんだと思います。今回から新しい配送方法が5000円と8000円コースがあって、5000円はまあ今まで通り UPS で送るよっていう感じなんですけど、この8000円っていうのはこれもおそらくなんですけど、一緒に関税も含まれているパターンなのかなと思います。何を買ったかによってね、送料だったり関税だったりも変わってくるんですけど、おそらく、8000なのでプラス3000円が関税で含まれているのかなと思います。ちょっとね、ここら辺は初めてなので、これが確実の情報かわかんないんですけど、まあ後日、まあ、届いて確認して、皆さんもね、どんな感じだったのかっていうのも一回確認したいので、届きましたらよかったら DM か YouTube のコメントでいくらでしたよとかっていうのを教えていただけると嬉しいです。そしてそれを全部集計して、また YouTube で送料のこと、もう一回多分ドリューハウスの買い方ちょっと動画やんないと、1年前とかなり変わってるんで、ちょっともう一回動画作りたいなと思います。はい、ということでそんな感じでした。送料高い、ドリューハウスさん。